農家の所得がいかに向上し経営が安定するようなそういった包括的な改革をどうやって出していけるのかというのが我々の考えです個別所得保障制度は民主党政権時代に行われていたもので米や麦、大豆などを販売目的で生産する農家に対して生産費用と販売価格の差額を支給するものです。民主党ととしてはここの法案を提出することで 農業の再生に取り組む姿勢をアピールし来月投開票の統一地方選挙で地方での勢力拡大につなげたい狙いがありますまた民主党は安倍政権が今の国会に提出する農協改革関連法案には反対する方針で政府の法案提出に合わせて農協改革に関する対案の準備も進めることにしています